ローラン・ヤンは、ルクセンブルクルクセンブルク市出身のサッカー選手。ルクセンブルク代表、ジュピラープロリーグ、スタンダールリエージュ所属。ポジションは DF。メディアによっては、ローラン・ヤンスと表記されることもある。2011年に、国内リーグルクセンブルクナショナルディビジョンの CS ホラー、エシュのトップチームに昇格し、プロデビュー。2012から13。 2014から15シーズンにリーグ優勝を経験するなどチームの中心選手として活躍。2014年夏にはダンディーユナイテッド FC の入団テストを受けるも不合格に終わった。2015年7月1日、ベルギーファーストディビジョン A のワースラントベフェレンと契約し3シーズン先発選手として活躍。2018年に リーグアンの FC メスに移籍するも2018から19シーズンはリーグ戦9試合の出場にとどまった。2019年7月12日、ブンデスリーガの SC パーダーボルンレイナナに1年間のローン移籍で加入したことが発表された。2020年10月5日、スタンダールリエージュへ完全移籍。2012年にルクセンブルク代表に初招集。 現在は代表キャプテンも務める。2019年6月2日のマダガスカル戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。